いや、言っちゃアウトだと思う。せっかく青春じゃないこれ。そっかそっかそっか。藤田茜さんの初写真集、処女写真集茜色でございますが、それの、まあ、もう発表はされていますけれども、スライドで1枚写真がご紹介できるものがあるかな。見れます。はい、これ写真チェックが来てないよ。これはまだこれじゃない、これじゃないやつですよね、うん。ちょっとまだやってるんですもろもろがもろもろできてないだけですね、はい、大丈夫です。今鋭意制作中でこういうのも、いろんなショットの中に収まっているというところで、まあ、なんて言うんだろう、一言で言うと天使かな。どうですか伏見さん、あんな一面があるとは思いませんでしたよね。そうですね、これなら青春です。これね、本当に、サギリフィギュア&、まあ、藤田さんの写真集発売記念でですね、うん、ここ読んでください。そんな恥ずかしいお渡し会知らない。開催決定のお知らせです。何のことですか、説明しよう。藤田さんの、トークショー&、写真集内の厳選ブロマイドお渡し会のイベントに抽選で100名様ご招待します。出演者藤田、はい、ミキカズマ、はい、以上。先ほどの藤田さん写真集、うん、はい、その一部を第2弾としてお見せしようと今思ってます、うん。皆さん耳、いや目をかっぽじって見ていただければと思います。写真集の一部どうぞ。いいですね。いいでしょ、うん。どうですこの、箱根デート、多分ね入り口で待ち合わせしてて、急に出てきてちょっとびっくりした時の藤田さんです。僕が入り口で、僕じゃないや、一般人の。これ格子があるじゃないですか、はい、昨日これ撮った後に気づいたんですけど、格子と格子の間に虫の死骸があってシャッてとなりました。なんで言わなきゃいいことを言うの。予約終わった後に撮った時すごいびっくりして。そのね、オーディオコメンタリーはいらないかもしれないけど、うん、次の写どんどんいきますよ。こんな写真がどんどんありますよ。ほら見てください。これこれお茶屋さん、これおまんじゅうが置いてあったところに、なんかお茶もどうぞ飲んでいいですよみたいにしてあって、あ、タダで飲めるんですね。だったはずですね、うん、いいですね。どんどん行きましょう。はい、これなんで切符見せてるのかな。わからないですけど、まあ行き先合ってるっていうね。ここ行くよっていうことですね、はい。カメラマンさんは外、外なんで、うん、彼女が一人で行くことになりますけどね。これ箱根登山鉄道のはずですよ。だったかな、それかロマンスカーどっちかかな。どっちだろう、うん。ポシェットがねワンポイントでございます、はい。次行きましょう。はい、これは浴衣で足湯してるところ。何食べてるの、なんかね、ラムネとなんとかセットですよね。 あれだ、モナカ、モナカ、あ、自分でなんかこうあんを入れるタイプのモナカを食べてましたね。浴衣いいでしょう、はい。この浴衣姿が2月に届きます、はい。次の写真どうぞ。寒いからね。ほら、あ、これ食べてるところですね。美味しかったぜ。いいですね、季節感がありますね。季節感あるなって、これ秋ですよね。いや、撮った撮影は8月だった。夏でしたね、いやでもね、ちょっと雨降ってたんですよ、うん。頑張っていただきました。次の写真どうぞ。ほら、いいですね、うん。衣装チェンジしていただいて、はい。これはあれですね、僕の記憶だと旅館の前だな。そうですね、はい、旅館の前ですね。この真裏で僕がストーカー動画を撮ってました。離れたところです、はいはい。旅館の前で撮ってました。旅館の前で、まだありますっけ。はい、どうぞ、また続きどうぞ。お、これは何ポーズって言うんでしたっけ、これ。知らない。これなんかありますよね、なんだっけ、 M 字ポーズって言うんですか。 M 字開脚、開脚じゃないですよ。なんかユーザーのみんななんかあるよね、分かる。言動ポーズなんだっけ、分かんないよ。あ、自然の手の動きじゃなくて、いやなんかね、こういうなんかブリックポーズみたいなあるんですよ。ブリックポーズ、
だけど結構オーバーフルマしません？大丈夫ですか？いやもうこれで写真集全部、まあそうなっても仕方ないですよこっちとは必死なんだもん、はい、これで以上ですかね。 あの例のやつがある。あ、まだある。まだまだある。どんどん言ってください。まだまだある、はい、あ、これだ。ユーザーの皆さんがリクエストしてくれて、過去、いやいや過去とじゃ来た、藤田さん白ワンピ、はい、青春衣装これ、はい、めっちゃ唯一のチャンスの晴れの時撮ったんじゃないですか、背景的に言うと。そっか、ね、どうだったのか。噴水めっちゃ合ってる。噴水のタイミングがすごい。この時ちなみに何考えてたんですか？いや、言っちゃアウトだと思う。せっかく青春じゃないこれ。そっかそっかそっか。そう、早くどかないとって。あ、なんか子供とお母さんが近くにいて、なるほど、大丈夫か、あ、大丈夫かみたいな、はい、ありがとうございます。次いきますか。あと10。あ、これは今 いきなり箱根からなんか別のなんかモデルハウスに行きましたけども、これは電撃文庫マガジンで撮ったグラビアのオクラ出しショットです。でこれも掲載します。ちょっと今まで写してるやつは一応載っける予定なんですけど、もしかしたら載っかんのやつもあるかも。いろいろこう試してるんで。すごいこけそうな足して。そうですね、これよく耐えれましたね、これ。次いきますか。どんどんこんな感じで、ほら、あまり普段こういうセクシー路線着ない。あ、これでも私服ですよね。え、私服これ。私服ですこれ。え、マジで？あ、よかった。今日あれ着てこようとしてた。ああ。ギリセーフ。そうですね。あれユニクロですよ。あ、そうですか。やっぱり言わなくていいかな。はい、次どうぞ。はい、ジェラピケですよこれ。恐ろしい。これいつもこんな感じで寝てますよね。いいえ。いつもこんな感じで寝てますよね。いいえ、はい。次のショットお願いします。お、いつもこんな感じで寝てるんですね。はい、はい、え、なんで柏本さんの時だけ。諦めだったんですよ。ジェラピケ、はい、次どうぞ。はい、これもリクエストです。これユーザーさんのメイド服。メイド服マカロンかな。マカロン持ってますね。マカロン食べてる。メイド服は何回目ですか、これ着たの。初めてです。あ、いいですね。いいですね、これ貴重ですよ、このカットは。うん。早く時が立て的な空気が。そう、いいから食えって感じです。口に突っ込んでやります、はい、まだありますか。次どうぞ。あ、これもです、リクエスト、チャイナ。懐かしいわ、もう。チャイナは何回目ですか。チャイナは…お、あるんですね。2回目。それなんかイベント。いや、中国に行ったんですよ、うん、修学旅行で。あ、なんか着れるサービスみたいな。南元をこう換金して使い切れみたいに言われて、何も買うものなくて、なんかじゃあちょっとみんな楽しそうだからこれ買うみたいな。でホテルで来ておしまいみたいな感じですかね。はい、残り2枚、はい、次どうぞ。あ、これはパーカーですね。サギリ、はい、この時はでもまだこの服を着始めたぐらいですよね、うん、だって撮影的に言うと3月とかですからね。あ、まだ不況の旅に行く前。そうですね、懐かしいの。
じゃあラスト次、はい、もう撮影ずっと一日中してたから前髪がパカパカしちゃって。あ、そうなんですね。全然わからないから大丈夫だと思いますけど、はい、かような感じでですね、写真集展開していきますので、うん、皆様ぜひ、申し込み、これがついてる方は豪華特典版です、うん、で